山あいを鉄道が川に沿って走るのだから、会津線にはトンネルや鉄橋が多い。只見までのトンネル数は22、鉄橋は97を数える。第一只見川鉄橋から第八只見川鉄橋までの大きな橋、只見川に流れ込む支流を渡る小さな橋、それらはあたかも各種鉄橋のコンクールのように美しい形を競い合っている。コンクリートアーチ橋、鉄のアーチ橋、トラス橋、アンダートラス橋などなど。春は新緑、夏は青空、秋は紅葉、そして冬は雪と、 C11 蒸気機関車と橋は四季折々の交響詩を奏でる。